年末映画館。はい、映画評論家の松崎達夫でございます。今回ご紹介する映画は、この年末映画館ではヤクザと家族とかビレッジとか最後まで行くとか、なんとなく監督作品をご紹介させていただいた藤井義人監督の新作でございます。日本と台湾を舞台に描いた青春 18×2 君へと続く道でございます。如果当时能好好表达自己的心意，我的未来会不会变得不一样呢？こんにちは。こんにちは。ジミーはなんで日本語話せるの？ああ、スラダンだ。天才ですから。ね、かっこいいってなんで。你很帅。你很帅。私たちどんな大人になるんだろうね。これ知ってる。飛ばすと願いが叶うんでしょ？いつか連れてって。わかった。約束。はい、この作品をご紹介するにあたって事前にご報告しなければならないことがございまして、今回はネタバレします。ネタバレ全開で語らせていただきます。というのも、この映画を僕最初見た時に、あ、これはもう僕大好きな映画って思っちゃって、あまりにも個人的な思いが強すぎたんですよ。で、そのことは見せていただいた時に宣伝とか配信の方にも話したんですけども、だから僕はこれどこまで本当にいい映画なのか分かんないんですけども、とにかくそのことをちょっと喋りたいと思ってですね、この映画に対する個人的な解釈を語らせていただくんですけども、そのためにはネタバレしないと何にも語れないので、今日から公開なので、先の展開が気になるという方はちょっと、もう今回の動画はちょっとストップしていただいて、映画ご覧になってから見ていただくなり、それか、こういう見方もあるのかというのを知ってみても僕は構わないと思うので、その方はこの後の話にもちょっとお付き合いいただきたいなというふうに思うんですけども、あらすじ簡単にご紹介しますと、この映画はですね、台湾に住む、高校3年生のジミーという男性、シュ・グァンハンさんという方が、演じていらっしゃるんですけども、彼がアルバイト先の、カラオケ店みたいなところで4歳上の日本人のバックパッカーの女性アミ、これを、清原果耶さんが演じてるんですけどもと出会って、彼女に恋心を抱くわけですよ。で、ところがそのアミという女性っていうのはそのある秘密を抱えながらも、彼女もジミーの方に惹かれていくっていうことがあるんですけども、なぜかアミは突然日本を帰国するということになって、ジミーはこうね、意気消沈してしまうんですけども、アミはね、ある約束をそのジミーと交わすということがあって、時が流れ、ジミーは36歳になりましたということになって、彼はそのかつてアミから届いたハガキをもとに彼女との約束を果たすべく日本に来るという物語になっていて、東京から鎌倉、長野、新潟、そしてアミの故郷である福島へと向かう。という、そういう話になっていて、その日本をずっと渡っていく道中で彼女の思い出をこう思い出しながら、彼女の地元に向かって彼女に会いに行くという、そういう話になってるんですけども、この作品ですね、その、制作に、チャンチェンが加わってまして、チャンチェンといえば僕らの世代だとジョー・アダヤン監督の空林地少年殺人事件とかカップルズとか、最近だと、デューン砂の惑星にも出てたりして、彼が、エグゼクティブプロデューサーを務めてるというところも注目作品なんですけども、ここで、ご紹介したゴールドボーイというのもそうなんですけども、そこでね、詳しくもう一回動画見ていただきたいんですけども、説明したことなんですけども、昨今はその海外での公開もこう目的にして合作をするっていう映画っていうのも増えてきて、この映画もその中の一本なんですけども、日本と台湾を舞台にしてるというだけじゃなくて、
もうすでに日本より前に台湾では公開されてヒットしているという映画になっているので、国際的なマーケットを目的にした作品の一つと言っていいと思うんですけども、まあこの映画の鍵となる作品があって、それがジミーとアミがその映画館に見に行く、一緒に映画館に見に行く映画があるんですけども、それが中山美穂さん主演の岩井俊二監督のラブレターという映画を2人で見に行くということで、それがまあこの映画の中で重要なアイテムになっていくわけなんですけども、この作品っていうのはそのまあ台湾で人気があるっていうのは、台湾でもこの DVD が出てまして、上書っていうタイトルなんですけど、この丸々このビジュアルタイトルが映画の中に出てくるんですけども、まあ台湾だけじゃなくて、まあ韓国でも DVD 出てますし、あとタイでも DVD 出てますし、もう一個フランスでも出てるんですね。まあ国際的にいろんな国でラブレターって見られていて、アメリカだけなぜか DVD が出てないっていうようなところがあったりするんですけど、まあこのラブレターという作品がこの青春 18×2 という作品にとってすごく重要な、まあ、モチーフになっているということを僕は説明したくて、この解説をさせていただきたいと思ってるんですけど、なぜかというとこのラブレターという映画は僕にとって一番好きな映画で、何度も何度も見直した映画であるっていうところなんですけども、確信に、ここから確信多少触れると、この映画は、まあ、僕の見立てですよ、僕の見立てだと、この映画っていうのは、実は藤井ミキスト監督なりのラブレターという映画を作りたかった。だから、オマージュどころの映画じゃなくて、そもそもラブレターという作品を変容して作りたかったんじゃないかと思わせる映画だったっていうことをちょっと紹介したいんですけども、まあ、このラブレターっていう映画はどういう話だったかっていうと、その事故で、まあ、山でね遭難した事故で、その婚約者の藤井月というその婚約者を亡くした渡辺裕子という女性が、まあ、主人公で、それを中山美穂さんが演じてるんですけども、その、亡くなった恋人の実家に行くと、卒業アルバムが置いてあって、その昔のね卒業アルバムって一番最後に住所録が載ってるんですよ。今はもう個人情報の問題で載ってないんですけども、その同級生たちの住所と電話番号が書いてあるんですよね。それを見つけたその渡辺裕子という主人公は、こっそりその住所を書き写して、本当はもうね届くはずないんですよ。その住所にはそのもう国道なんかこう区画整理でもう国道かなんかになってるんですよね、その住所は。で、人は住んでない、そもそも恋人は亡くなってるので、手紙が届くはずないんだけども、なんか思いが募って、その住所に、まあ、私は元気ですっていうような手紙を書いて、ポストに投函するんですよ。そしたら、そこには誰も住んでないし、恋人も死んだはずなのに、その亡くなったはずの藤井月という人物から、私は元気です。返事が返ってくる。どういうことっていうことを解き明かすために、その彼のふるさとである小樽へ旅立つっていう話なんですね。で、このラブレターで描かれてる、そのなんでね、その死んだはずの人から手紙が返ってくるのかっていうのを、いくらでもファンタジックにね、SF っぽくも描けたはずなのに、あ、なるほど、そういう理屈だったら手紙が来るかもしれないよねっていう、現実的な、まあ、そのロジックというか、からくりによって描いていくってところが、この物語のすごく面白いところなんですけども、話をこっちに戻すと、こっちは青春 18×2 の方は現在の東京っていうところが一番最初に出てきて、その主人公のジミーっていう男が高校生からもう大人になってるところから始まるんですけども、で舞台が18年前の台湾に戻るということで、こっちのラブレターの方は、最初神戸が舞台になってるんだけども、小樽に住んロタルに舞台が移るっていう風に、現在から過去にその設定が移るっていう構成になってて、実は離れた街を描いてるっていう意味では、まあ台湾と福島っていうことを描いてるこっちと、その神戸と小樽っていう距離感でいうと、全然距離感はもちろん違うし、国もまたいてるので違うんだけども、その最初いた土地から過去に戻って別の土地のことを描くっていうところの構成が実は似てるっていうのはまず最初なんですけども、それ設定そういうのいくらでもあるじゃんと思うかもしれないじゃないですか。ポイントはこの、
青春 18×2 でそのジミーとアミが出会うカラオケ店の店の名前が KOBE って書いてあるんですよ。神戸って書いてるんです。わざわざ神戸にしてるんですよね。でそれは最初はね、僕はその神戸と福島っていう風にその土地の名前出てくるから震災が関係してるのかなっていう風に勝手に思っちゃったんだけど、それはもう全くそういうことは関係ない。つまり神戸っていうのはそのラブレターの舞台である神戸っていうものに寄せたんじゃないかっていうのが僕のまず最初のまあその妄想なんですけど、この映画で、こちらの方の映画ではその後その東京に寄った後そのジミーは長野県に行くんですけども、長野県には八ヶ岳っていうのがございまして、その八ヶ岳っていうのはこのラブレターの方の渡辺裕子の恋人である藤井月が遭難した山がある場所で、まさにこのね青春 18×2 の方ではそのラブレターの映画の中でその中村美穂さんがその亡くなった恋人に向けて、もういないんですよ、いない恋人に向けて山の方に向けてお元気ですかっていうふうに叫ぶシーンがあるのを真似るっていうシーンが出てくるんですけど、それをわざわざ同じ舞台で長野県で撮ってるっていうところ、そこを選んでるっていうところにも、オマージュというよりもそもそもラブレターと一緒になってないかっていうふうに僕は感じたっていうところが、まあ、2点目なんですけども、さらにこのラブレターという作品は、まあ、レターと言ってる通り手紙というモチーフ、まあ、手紙から始まる記憶をたどる旅を描いていて、まあ、手紙というものが物語を転がしていく機能を持ってるんだけども、この青春 18×2 も手紙が出てくるじゃないですか。手紙っていうのが重要なモチーフなんですよね。で、僕が重要だと思うのはこの青春 18×2 の方では最初僕も気づかなかったんですよ。そのアミからもらった手紙をそのジミーがその、まあ、香りを嗅ぐというかね、そのそうすると何かのこう香りがこう残ってていることによってそのジミーが過去のことを思い出すっていう風に描いてるんですけども、そもそもその香りみたいなものを元にその記憶が蘇るというのは名作の小説がございまして、これがマルセル・プルーストという人の失われた時を求めてという小説があって、まあこれはその、これもね、あの妙訳版って言って短くしてるんですけども、あの全部読むのが大変な本の一つとして有名な長編の小説ではあるんですけど、このマルセル・プルーストの失われた時を求めてという小説の中では、その紅茶につけたマドレーヌの味覚と香りから幼少期の記憶がこう蘇るっていうところから物語が始まっていて、いわゆる風味みたいなものが装置となってるっていうことがあって、僕は最初そのこの青春 18×2 を見た時に、あ、これプルーストのその失われた時を求めての引用なんじゃないかっていうふうに最初思ったんですよ。でずっと見ていくうちに、そのアミとジミーがその映画館でラブレターを見るっていうシーンを見た瞬間に、あ、これはマルセル・プルーストの失われた時を求めての引用ではあるんだけども、そもそもその引用ってこのラブレターから来てるもんじゃないかっていうふうに気づいたんですよ。どういうことかっていうと、そのラブレターの中ではその図書院をしている藤井月とその酒井美紀さん演じるその女性が図書院をやっていて、その藤井月というその男性はその図書カードに自分の名前を、あんまり借りられない本の図書カードに自分の名前を書くっていういたずらをやってたと。でその藤井月ストレートフラッシュって言って5枚見せるようなことをやってるわけじゃないのみたいに酒井美紀さんにこうあしらわれるシーンがあるんですけども、その失われた時を求めてっていう本を返せないまんま引っ越しちゃったその藤井月が、その酒井美紀さんにこの本図書館に戻しといてよって言って頼む本がこの失われた時を求めてという本で、酒井美紀さんがその本棚に戻すっていうシーンがあるっていうのがまあ印象的なんですよ。でその本が映画の最後の最後のオチになっていて、その失われた時を求めてっていうタイトルのタイトルとそこに隠されてた秘密みたいなものが同期することによって、ああそういうことだったのかって言って、そのラブレターのラストってのはもうたまんないもう終幕になってるんですけども、
その藤井月って書いてる図書カードに絵が書いてあるっていうことによって観客はそれがどう、その絵がどういう意味を持つのかっていうのがラブレターの方では分かるっていう風なからくりとか展開になってたんですけども、今回の青春 18×2 の方も清原果耶さんって絵を描いてるんですよね。それで絵を描いててその絵を見つけるってことが重要になるんですよ。これまさにもうラブレターと同じことやりたかったんじゃないかっていうふうに僕は思ったわけですよね。それでいやいやそんなのたまたまでしょうと思うかもしれないじゃないですか。そうしたら藤井道人監督はもう一本新作を最近撮ってて、ネットフリックスで2月29日から配信が始まっているパレードっていう作品があるんですけども、長澤まさみさんの隣に、リリー・フランキーさんが座ってて、あのカチンコ持ってるんですよ。そのカチンコに何て書いてあるかっていうと、失われた時を求めてって書いてある。でこれはそのパレードという映画の中で劇中劇として制作してる映画のタイトルなんだけども、あ、藤井さんはやっぱこうね、その失われた時を求めてっていうのは意識してんだってことがそれで僕気づくわけですよ。だから偶然ではなくて、おそらくこの青春 18×2 という作品の中にはこのラブレターと同じような物語の展開とかモチーフとかがいっぱい入っていて、もちろんこの映画の中で2人が見る思い出の映画として登場するんだけども、そもそも、ラブレターという映画をもう一回リメイクはできないけども、同じような映画を作ろうとして藤井道人監督が作ったのがこの青春 18×2 じゃないかというのは僕の、妄想というか解釈なんですけども、ここからはねさらにちょっとネタバレになるので、もうこれ以上知りたくないという方はもうここで止めていただきたいんですけども、このねラブレターっていう映画はその藤井月という、亡くなった恋人に会いに行くっていう映画だったじゃないですか。青春 18×2 もね驚きの展開になるわけですね。実はこの映画っていうのは亡くなった好きだった女の子に会いに行ってる話だったっていう風に観客後になってから気づくって話になっていて、実は同じことを描いてるんですよね。で、アミっていうね、こと、清原果耶さんが演じてるアミっていう名前っていうのはフランス語で友達とか仲間っていうアミっていう風な言葉と似てるっていうことを考えても、実はその名前にその永遠の友達とか永遠の仲間っていうことが実は込められてるってことに気づくというような話になってるんですけども、もう一点僕がねどうしてもこの映画が好きでしょうがなくなった理由っていうのはもう一つあって、その、アミとジミーがそのラブレターを見に行く映画館にポスターが貼ってあるんですけど、そのポスターよく見るとこの藍色夏恋のポスター貼ってあるんですよ。でこの映画っていうのはもう本当僕の話ばかりで申し訳ないんですけども、一番好きな台湾映画なんですね。だからこの添松映画館の前身の番組の中でもこれ紹介したことがあるぐらい大好きな映画なんですけども、そのね僕の大好きな日本映画と台湾映画が引用されてる映画好きになって当然じゃないですか。だからあまりも思いが強すぎて本当にこの映画がいい映画かどうかなのかわかんないんですけど、とにかくでもその僕にとってはこれ20代になって見た映画で、この岩井俊二監督の作品にすごくこう影響されて、ここでも一度話したことありますけども、そのニュース映像を撮りに行った時にお城の前の桜をね、今本当に今ぐらいの時期ですよ、桜を撮りに行って岩井俊二風に撮ったけども誰も理解してもらえないみたいなことあるぐらい本当に影響されたあの映画監督なんですけども、藤井監督はもうちょっと後の世代なので、もしかしたらスワローテールとか花とアリスとかもうちょっと後の作品影響されてなのかもしれないけれども、少なくとも岩井俊二監督の作品が好きだから引用してるんだろうなっていうことで、その作品っていうのは最初にもお見せしましたけども、この台湾でも愛されてる、今なお愛されてる作品であって、そういうこう日本の文化が台湾とつながっていて一つの作品の中で消化されていって、今なおその今すでに台湾では公開されていて、受け入れられているっていうところ、そういうところにもなんかこの映画の真髄みたいなのがあるんじゃないかなというふうに思ってて、Mr.Children の主題歌も非常に素晴らしいので、ぜひ劇場でご覧いただきたい作品になっております。